向こうが、向こうの方に住んでた。はい。あ、あちらの方に、いつまでお住まいだったんですか。1967年から、はい、1999年。あ、そうですか。平成11年か。そうです。で、そこに公園にするために向こうからこちらへ立ち退いて、で、向こうの土地を豊中市に公園にするから貸して、はい、で、こちらが豊中市から土地をもらって家を建てて、こちらへ住んでるんだけど、それが平成11年やな。その間ずっとあのこちらへ住んでました。それからあの私たちが住んでる前はここはあの田んぼやったんで、田んぼやから、そのテレビで言ってるようなね、一瞬のそのものとかね、ゴミとかはね、ここにはあの一切ありません、うん、そんなあのトラック 4000台も運ぶのはね、ゴミはこの中にはありませんでしたから。